今回は、収穫したニンニク、これをどう保存するかっていうお話をしたいと思います。まあ、乾燥させておけばしばらく持つんだけども、そのままにしておくと芽が出てきたり、あとはスカスカになったりとか、まあ都合よくないよね。まあ芽出ても芽取れば食べれるんだけども、スカスカにしぼんでしまえばもう食べることできないんで、土に戻すかゴミに出すかしかできないんで、じゃあできるだけね、芽が出ないように、そしてスカスカにならないように保存するにはどうするかっていうと、冷凍保存が一番いいです。うちではね、この冷凍ストッカーに入れて、ね、いろんなものを冷凍してるんだけども、今回は、ニンニクについてお話ししたいと思います。で、一番、まあ、ポピュラーとかやりやすいのは丸ごと冷凍することを袋に入れて、皮も全部ついた状態、ちょっと結露してるから見づらいけれどもね、丸ごと皮もついたままやること、これをやれば大体6ヶ月間持つそうです。もう少し持つかな、あの俺が食べる分にはね、人にあげるんだったら6ヶ月ぐらいまでが限度かなっていう感じです。でね、これやると、まあ欠点はね、剥けば上がるんだけど、ちょっと剥いてみようか。でこれがね、冷凍したニンニクなんだけど、取り出してきたんだけども、これをね、ほら、普通のニンニクと同じように剥けるのね、皮がね。よいしょ。で、一かけら。まあ、ちょっとこれ、あの、タイミングちょっと遅かったから、芽で出るけども、ね、芽出る前だったら芽出ないで保存もできます。で、皮剥くときね、この、ケツの方からやると剥きやすいです。皮ね、シュッシュッと。下に置いていいや。後で掃き掃除するんで、倉庫なんでね。あの、これは意外とね、白かったです。だ、時間を置いていくと結構ね、茶色くなったりするんで、そこがちょっと欠点、うん、欠点かなと思います。けれども、油で炒めたり揚げたりすると、白く戻るんで、なんか不思議なんだけどね。まあでもこうやってね、これ、だいたい半年経ったかな。半年過ぎた。冷凍保存してね。うん。そういうニンニクになります。まあ、断面も。ちゃんとニンニクの香りします。OK です。こういうやり方もあるんで、まあ、皮ついたまま丸ごとの素揚げにすることもおすすめです。ただ、色が変わるからね。でも、油に入れて食べる、炒めて調理して食べる、餃子に入れて食べるっていう分においては、全然問題ない程度の変色なんで、やってみることをおすすめします。いっぱい取れたら。で、俺がね、一番おすすめしたいのが、ちょっと結露してるから、溶かすんだけども、これね、カットして、生の状態でカットして、野菜を乾燥させる機械、ネットだとだいたい5000円から1万円ぐらいで買えるんですけど、まあ、それで乾燥をさせた後に瓶に入れて冷凍保存する方法です、ね、要するにニンニクのチップだ、映ってねえな、うん、ニンニクのチップ、ね、横にスライスして、乾燥機にかけて、乾燥したもの、水分を飛ばしたものを瓶に入れて、で、瓶ごと冷凍保存。そして、料理に、まあ、油を敷いて、そこにシャシャシャっと入れて、で、油にニンニクの香りをつけて、チャーハンにしたりとか。まあ、当然、それで、なんだ、まあ、餃子に入れてもいいし、水分を入れば元に戻るんで。これをやると、これ、何年経つこれ。1年は過ぎてます、もう。でも、まだ食べられます。あくまで俺が食べられるっていう話だから、1年経っても2年経っても、全然問題ないですよ。俺が保証しますって話じゃないけども、まず1年経っても俺は食べても腹を下さないし、まあ、俺がね、ちょっと山の生水飲んでも腹下さないようなちょっと強い腹を持ってるけれども、ね、食べられます。本当に。さっきも丸ごと冷凍したのよりは、日持ちがするなーって思います、こっち。俺はこれすごくおすすめします。ただ、手間だし、野菜を乾燥させる機械、野菜乾燥機で楽天とかアマゾンとかで検索すれば出てくるけれども、それをお金出して買う、そして調理する手間っていうものも考えればめんどくささはある。あるけれども、これ一番いいかな。もう一つは、これ丸ごと冷凍するっていうこと。丸ごと冷凍する場合は、6ヶ月が賞味期限と言われています。調べればみんなが言うのはね。でこれは1年以上、俺は自分が食べる分だけどね、持ちます。
だからこういう冷凍保存をすることをおすすめします。ニンニクのね、大量にニンニク自分で作れば多分大量にできて余ってしまって大変だと思うんで、冷凍保存をおすすめします。乾燥させてチップスにして瓶に入れて冷凍するのと、丸ごと皮ついたまま冷凍する、この2つおすすめします。あ、こっちの丸ごとの解凍方法なんだけども、自然解凍でいいです。置いといて自然に解凍して溶けたら皮むいて、さっき解凍してなくても皮むけたんで、まあ自然そのままでも大丈夫だと思いますんで、やってみることおすすめします。